タンディングヘッドでヘディングの基本を身につけましょう。まあ、まず大事なことはどこでボールを触るか、きちんとこのまず下で捉えること。まあ気持ちとしたらこの間ぐらい、ここで捉える気持ちぐらいでもいいですけども、まあ、一応額、生え際のところですね、ここのところでヘディングをすると。もう一つ、大事なことはボールをよく見るということ、目をつぶらないということですね。